こんにちは。365日レトルトカレーを食べつけるおっさんです。今日は覚悟を決めてこの収録に臨んでいます。食べるのはリー辛さ40倍です。40倍です、40倍っていうのがあるのを知らなかったんですけど、とても仲良くさせてもらってる知り合いの方から40倍を見つけたぞということで買って帰るからという連絡をいただいてお土産でいただきました。このシリーズ10倍20倍30は30倍は食べたんですけど、さすがに30倍ぐらいになるとかなり辛かったです。その他激辛100回目と200回目に食べた18金カレーには全然及ばないものの、40倍となると一体どれほどの辛さなのか覚悟して食べてみたいと思います。リー辛さ40倍です。今から食べるわけですけど、予想以上にカレーのソースが赤いです。パッケージによると粗挽き唐辛子っていうのを使ってるらしくて、もう見てるだけで汗が出てきます。前置きはこの辺ぐらいにして、それではいただきます。うわうわ辛い。いきなり舌がピリピリします。辛いです。これだけ辛いカレーはとりあえずいけるところまで一気に食べてみたいと思います。熱い。辛いです。リーの場合は今まで食べた中では20倍程度であれば同時にうまみというのを感じられて美味しいカレーと言えたんですけど、これはもう頭が痛いです。食べ進めます。ぜひこのカレー、私も他の人となかなか比べようがないもんですから、その辛さを感じる辛さの感じ方の点で、ぜひこのリーの40倍食べた方の感想コメントでお待ちしております。今私が感じてるのと同じようにとても辛いのかどうかっていうのをぜひ皆さんのそのご意見というか感触を聞かせていただきたいと思っています。それではあと少し食べてしまいます。完食しました。ごちそうさまでした。食べ終えての感想なんですが、ちょっと声が出にくくなってるぐらい辛かったです。ここまで辛いと正直
美味しくないです。これははっきり申し上げます。このカレーは食事というよりも何て言うんでしょう、例えば罰ゲームですとか、あるいはみんなで楽しむために食べるカレーという用途でいいんではないかと思います。このシリーズ今まで食べたカレーの中では3番目に辛いカレー、1番目は第200回目にお届けした18チキンカレーのブラックのパッケージのもの、そして2番目は第100回目にお届けしたこれも18チキンカレーピンクのパッケージのもの、そして今日のリー辛さ40倍は第3番目、辛さの順位は第3位ということで、とても辛いカレーでした。これだけ辛いカレーを食べるととても疲れます。はい、というわけでこの後少し休みたいと思います。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。